えー、プーチン大統領は今後どうなってしまうのでしょうか今日日宣言の日ですがプーチン大統領が,統領が勝ってますって言ったら勝ってるということになるんですよね。現状じゃドンバス地区があのウクライナの完全に手を届かないところではなりました。なのでドンバス地区に関してはあの思い通りにしました。でもともとドンバス地区の独立を手伝うって話だったのでそういう意味では特殊作戦は成功しているっていうのはきちんと言えるんですよ。 あとはその欧米がどんどん武器を送ってるっていうのでウクライナの人たちが戦わざるを得ないようなことにしているので欧米 NATO が良くないよね。 であのロシアとしてはドバシクの独立っていうのをちゃんと守ったから割とうまくいってますよっていうのは言いようによっては言えるんじゃないかなと思いますけどと今の調子だとウクライナはある種のロシアの植民地からになるような気がしますでもそんなことをしても経済制裁もっと強くなるんだろうしせっかく取ったクリミアも貿易拠点としては機能しないのではと思います、えー、ロシアのプーチン支持率も8割を超えてるのでないからは止められるとも思いませんしウクライナを力づくで奪ってもプーチンのマーク通りの国世界にはならないと思うんですがそんなこともプーチンはわからないのでしょうかはいわかりません 結局その何の情報が正しいかっていうことの判断ってすごく難しくてまずネット上に書いてあることが本当に正しいのかっていうと結構難しいしじゃあ今皆さんが見てらっしゃる情報って多くはそのアメリカだったりヨーロッパ諸国だったり西側の情報なのでウクライナの人たちが本当にどう考えてるかっていう情報はロシアがウクライナに攻める前は答えはわからないだったんですよ。 ウクライナに攻めてみてゼレンスキー大統領がマジで戦うぜとかでウクライナ人もマジで対抗するぜってなったからあウクライナって対抗するんだっていうのとあと思っったたよより強いいじゃんんていうのを世界中が気づいたんですよロシアがウクライナに攻めるっていうのもまあいやいやあれ攻めないっしょって結構世界中の人言ってたんですけどで攻めてみても、まあ、ロシア勝つっしょって言ったんですけどもう勝たねえじゃんっていうのもやってみて初めて分かったんですよ。 プーチン大統領もそのウクライナを責めたら、まあ、あの政府はある程度そのなんか対抗すると思うんだけどウクライナの国民はロシアを受け入れると信じていたしでロシアを受け入れるという情報をロシアの将校のとかはいっぱい集めてプーチン大統領に報告してたんですよ。 なので、その、もともと SFB の人たちとかが、ウクライナに行っても勝てますよとか、ウクライナ人はロシアを歓迎してくれますよって言ってた人たちが、確か粛清されたんですよね。なんか、第5部だっけ。で、なんか偉い人たちがみんな粛清されちゃって、 で、結局、お前ら、嘘しかあげねえじゃねえかっていうので、プーチン大統領がめっちゃ怒ったっていうのがあって、結局、その、じゃあ、あのロシア、勝てますよって言ってて、で、勝てますよって言わないと怒られるから、勝てないと思っても勝てますよって言ってて、勝てないのおかしくね、じゃあ、お前、ちょっと前線行ってこいやって言われて、将軍が仕方なくから前線行ったら、ウクライナのスパイな、スナイパーにバンバン撃たれて、確か、将軍4、5人殺されてるんですよね、ロシアの。そもそも将軍って、前線行かないもんなんですよ。だってあの、戦略を練る人だから、 か戦略を練ってそのじゃこの戦略通りやれやって言ってやるのが将軍なんですけどもうあの兵隊の士気がめちゃめちゃ低いので前線に行って演説をして演説してる最中にスナイパーに撃たれて死ぬって。でなんでそんなことしたかっていうとなのでお前ら勝てるって言ったのになんで勝てないのと。お前らクーデターでもやる気なんじゃねえのと。 うじゃないんだったら前線行って本気出してこいよっていうのでプーチン大統領に言われて「これは別に別にプーチンで反抗する気もないからじゃあ前線行ってなんとか頑張れって言うしかないよね」って言ってスナイパーに撃たれて死ぬっていう感じで割とそのあのプーチン大統領に正しい情報をあげるというのがあの内部の偉い人ができないっぽいんですよね。でででプーチン大統領自身もそそのの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 ああの軍部のそれななななりの職業の人たちちいうのが信用できなくなっちゃっゃてなのであの本 ぐらであれば、大差レベルがあの判断するような。その軍のあの舞台の配置とかも。今プーチン大統領自分でやってるらしいんですよね。本来であればそのなんかあの偉い人にこれやっとけやって言って。偉い人がじゃあまたこう調べて。じゃあお前やれやっていうのを、そのここら辺の上の方の人がみんな信用できないから、もうプーチンになってのが、ここら辺のなんか中間管理職に指示を出して、お前の舞台はこっちに行けとかっていうのをずっとやってるらしいんで、めちゃめちゃ忙しいらしいらんですよ。プーチン大統領は。はい なのであのプーチン大統領の思惑通りにはならないんですけどただ正しい情報は何なのかっていうのを把握できるというのが結果論として今正しい情報はこうだったなんですけどそのやっぱり情報が確定してない段階でどの情報が正しいかっていうのを決めるのはなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど <laughs> 現場主義いいやんまあねその結果であのロシア人の兵隊が、まあ、1万人から2万人以上死んでるらしいんですけどね。だらだらと戦争がが続くっていうのが 年ぐらいいい続くんじゃないかなかと思いますロシアとウクライナの戦争は今後どうなりますかっていう質問が来たんですけど網走、えっと、の青年会議所が主催したイベントでロシアといえば小泉さんっていう東大先端研究所ん先端学研究所で奥さんがロシア人っていうあの小泉さんと久しぶりの発祥したんですけど。 でまあ、いろんなパターンをこういろいろ小泉さんに聞いてみたんですけどもやっぱり話を聞いてみるにあのロシアが負けるという状況を作り上げることがちょっと難しいよねという状況なんですよね。といその、えー、とロシアが勝つっていうのをじゃ何をもってロシアが勝つの何をもってロシアが負けるかっていうのがあのそれぞれの価値観になるかもしれないですけどロシアの人たちが まあ結局、負けを認めない限り負けではないっていうところがあるんですよね。他の国が戦争で負けた場合、例えば日本っていうのがなんで負けを認めなきゃいけなかったか、第二次世界大戦の時に。 石油ととかかガスとかがなかったのでエネルギーがないのでそもそももう生活でできなくななくるよねなのでもう勝ちか負けるかっていうのはもうはっきりするよねっていうのがあるんですけどロシアの場合はエネルギーも食料生産も割と自活できちゃってるんですよね。で半導体とかその先端科学系のものとか手に入らないとか薬が手に入らないとかはあるのでまあ多少の,その寿命が短くなりますよとかその幸せな生活からちょっと不便な生活になりますよっていうのなんですけど。 じゃあそれが医薬品とかスマホとか手に入らなくなったとしてそのロシア人がガチ切れしてクーデターを起こすかっていうとまあそういう国民性でも文化でもないと。っていうのでいくとその経済生産が続くのでロシアという国の存在感はだんだん薄まるんだけどただロシアとウクライナの戦争自体はプーチン大統領が生き続ける限りはずっと続いてしまうのではないかなというのが今の僕の最近の いいろろ見た限りの結論です西側の情報とか新聞が多いのでそのロシアの人たちがどう考えるかどう書くかとかロシアの人たちの実態の数字っていうのを見ないで結構話す人が多いんですよね。で最近あのテレビでエマニュエル・トッドさんっていうあの人工学者の人と木村太郎さんと橋本元大阪府知事さんが大沢橋本徹さんが話をしてるやつをチラッと見たんですけどでその、まあ、ロシアとウクライナどうなりますかって話をした時にその木村太郎さんが。 ロシアが生き残るかどうかという話じゃなくて、ロシアをどうやって倒すかという話をするべきだよね、みたいなことを言ってたんですよ。実態としてロシアがどうなりますか、ウクライナがどうなりますかっていう事実を知りたいんじゃなくて、えー、とウクライナがいきなりロシアからぶん殴られてなんとかしなきゃいけないよね、ロシア倒した方がいいよねっていう感情とか心情とか、それやらないと中国が攻めてきたりして、でやったもん勝ちになるからまずいよねっていう気持ちとかは分かるんですよ。 ただ実態をどう把握するかっていう時にこうなってほしいよねっていう願望を入れて話をすると予測が間違えるんですよね。 で、その木村太郎さんが、そのロシアをどうやって倒すかっていう議論をしなければいけないっていう時点で、あこの人は多分そういう考えができない人だなと思ったんですけど、で、まあ、あのエマリア・ゾョットさん淡々と人口同盟とか話をしていて、で、そのソ連が崩壊するときっていうのは、新生児の死亡率が高かったと。なので、そのもうこの国やってらんねえよってなったんですけど、割とその新生児死生率とかもずっと、あのプーチン世間下で良くなってるんですよね。平均寿命とかも伸びてたりするので、ロシアの国民としては昔に比べると良くなってるよねっていうのがあまり 変わってないんですよ日本の人たちだから見てるとその経済制裁とかもあるしなんかその金持ちとかがロシアから逃げ出してるとか ID 系の人がロシアから逃げ出してるとかっていうそういうニュースばかりを見るのでなんか優秀な人どんどん減ってんじゃないのっていう風になるんですけど所詮数百万人なんですよね抜けてるのがでロシアって3億人あれ2億3億3億か3億人の人口がいるのでそれぐらいの優秀な人に抜けても別にいいよねって国なんですよ。 超絶優秀なやつに国を引っ張ってもらおうとかっていうタイプの国ではなくて割と超絶優秀な人でも粛清しちゃって無能でもなんとか回すっていうので3億人を回してるっていうタイプの国の作り方なので結果としてやっぱりそのロシアがじゃあその優秀な人たちがいなくなったり金持ちがいなくなったりしたからそのじゃあ俺たちも国壊してくれたらしようぜっていうとなかなかならずで優秀な人とかも粛清されて死んでしまったりするので結果優秀な人がいなくてもある仕組みっていうのをずっと。 残らしてるっていうあ、すみません、人口3億いないですよ、1.4億ですかすみません、まあ、なかなかロシアとのウクライナの戦争は終わらんよねと、で、その仮にじゃあ、ウクライナから完全撤退してしまうと、ウクライナがその NATO に加入してしまう可能性があるんですよね。<laughs> <laughs> NATO っていうあのアメリカとヨーロッパがやってる軍事同盟にウクライナが、まあ、入りたいって言ったのがもともとのロシア・ウクライナ戦争のきっかけがやると言われてるんですけど、ただ戦争の最中の国 NATO に入れちゃうと、その NATO に入った時点で、じゃあロシアとアメリカとヨーロッパの国がガチで戦争し始めなきゃいけないっていうのがあるので、なのでそのウクライナがロシアと戦争してる限りは NATO に入れないよっていう状況ではあるんですよ。 なんでそのクリミア半島とかでずっと内戦をしてたりとか、ドンバス地区とかでずっとなんか内戦をしてるような感じで、表向きな大きな戦争はないけど、一部地域ではずっとなんかダラダラと戦争が続くっていうのが、10年ぐらい続くんじゃないかなと思います。